フレデリック・カール・フリージキーはアメリカ合衆国の画家である。アメリカ合衆国における印象派の画家の一人である。主にフランスで作品を描いた。ミシガン州のオースソ賀で生まれた。祖父がドイツからの移民で、父親は建築資材の工場主であった。シカゴの美術学校で学んだ後、ニューヨークのアートスチューデンツリーグで学んだ。1898年にパリに渡り、 アカデミー・ジュリアンで、ジャン・ジョセフ・バンジャマン・コンスタンや、ジャン・ポール・ローランスに学んだ。ヨーロッパで活躍していた、アメリカ人画家、ジェームズ・マクニール・ホイッスラーと知り合い強い影響を受けた。パイ・コールド・カレー県の港町エタプルや、印象派の王や、クロード・モネの屋敷があり、多くの印象派の画家が集まっていた、ジベルニーで活動し、オランダも何度か訪れた。1901年から、 サロンドパリに毎年出展するようになった。1900年頃からニューヨークとパリに交互に滞在する生活を続け、多くの国際展覧会に出展し、多くの賞を得た。1904年のセントルイス万国博覧会の展覧会や同じ年のミュンヘンの国際展覧会、1915年のサンフランシスコ万国博覧会の展覧会にも出展した。 ジェームズ・マクニール・ホイッスラーと同じように、女性を描いた、人物画を多く描いた。淡い色使いの女性像で知られている。1914年に、ニューヨークのナショナル・アカデミー・オブ・デザインの正会員に、選ばれ、1920年に、フランス政府から、レジオン・ドヌール勲章を受訓した。フランス、カルバドス県のレメニール・シューレブランで亡くなった。ありがとうございます。